ダイヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。あのさ、はい、ピザの注文って難しくないですか？簡単だよ。できますか？じゃあピザの店員さん呼んで、はい、お電話かけてみなさい。普通に誘うよ。かけるわ。もしもし。もしもし。うん、ナポリの中本です。おこたね、中本か。ピザ。膝を注文したい。言ってねえよ。ピザだよ。申し訳ございません。当店では膝は取り扱っておりません。取り扱ってる店あんのかよ。では、ご注文をどうぞ。もしくはメニューをどうぞ。こっちも一緒だよ。マルガリータ。マルガリの少年ダンス。マルガリの少年ダンス。もしもし、もしもし。なんで電波悪くなった。なるほど。マルゲリータを人とどうやって解釈できたんだよ。巨人の丸に、うん、元巨人の助っ人外国人の名前ですね。マルゲレーロだよ。では、サイズは何でもよろしかったですか？よくねえよ。M、M。サイズは3種類ございまして、L、2L、3L です。ラージじゃねえかよ。2L ですか？言ってねえよ。L、じゃあ。わかりました。L チキの L です。他にないだろ。ラージ。他にメニューはございますか？あの、コーンサラダ。申し訳ございません。当店ではコーンサラダは置いておりません。今朝の残り一つ、私が食べてしまいました。じゃあお前のせいじゃねえかよ。ごちそうさまでした。誰が何を言ってんだよ。なんちゃって。食べたのは本当だって思う。ムカつくだけじゃねえかよ。おい。コーラじゃあ。コーラですか？うん。コーラは2種類ございまして、普通のコーラと炭酸の抜けたコーラがあります。炭酸の抜けたコーラ売るなよ。わかりました。では、ご住所どうぞ。東京都品川区。はい。2-35。はい。なるほど。わかりました。最悪、駅まで持ってきます。家まで持ってこいよ。手抜くな。では、ご注文を繰り返します。繰り返すか。カレーピラフでよろしくねえよ。なんで？よろしく、泣く泣く。なかったですか？日本語めちゃくちゃじゃねえかよ。怒った。店長呼べ。店長？そうだよ。わかりました、うん。店長を呼んでいきます。呼べ。エビマヨマヨ、エビマヨ。ピザエビマヨマヨ、エビマヨ。着ぬるじゃねえか。エビマヨマヨ。おい。ピッ。もしもし。店長の前田です。どうなってんだよ。大変申し訳ございませんでした。お礼と言って、あ、お詫びと言って、あれですが、当店自慢の炭酸の抜けたコーラを差し上げます。抜けたコーラ、当店自慢かい。どうもありがとうございました。